はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。ですね、今回はまたウイスキーです。白酒。ね、ハイボール。グラス。月。白酒森香るハイボールグラスセット。で、これもハーフボトルですね。前回の。うん。山崎に引き続き。ね、こちら。後ろにね、美味しいハイボールの作り方とかってね、載ってたりします。うん。ね。山崎が1923年、シンス、まあ、製造されたのに対して、こちらが1973年だから結構浅いですね。深い森に囲まれ、日本の名水百選に選ばれる、お白川、など、幾多の清流を持つ、なんとか、小曲岳のふもとに白州蒸留所は作られました。で、うんちゃらかんちゃらとかって書いてありますけどね。もうよくわかりません。これもですね、アルコール度数が 43%。ちょっと高め。で、ハーフボトルなんで 350ml の、ものとか。なってます。値段が1600円。1600円で売ってました。1800円ぐらいか。税込み1700円ぐらいかな。ね。このグラスが欲しかった。グラスマニアの俺ですか。ね。白州グラス。ハイボールグラス。ちょっとちっちゃい。いや。ちょっと気持ちちっちゃい気がするな。うん。ね。こんな感じです。これ容量が、これは、これあれだな。容量書いてない。まあいいか。サントリーのね、サイトにもね、実はこれ売ってるんですけどね。売ってるんですよ。が、多分、これは、部類が違うみたいですね。そこが熱いです。確かサントリーのサイトを俺見たんですけど、グラス、ハイボールグラス売ってたんですが、白州のやつね。売ってたんですが、それは、薄グラスとかって言って、そこが薄い。まあ、全体的に薄いやつだったんで。ね。まあ、ちょっと緑がかった、やつね。これ欲しかったんです。ということで、うん。まあ、山崎をさっき飲んだばっかなんですが、まあ、白州、ちょっと飲んでね、飲み比べしようかな、という感じでね、おります。その味わいは、森の若葉のようにみずみずしくフレッシュな香りに、すっきり爽やかな口当たりです。繊細で複雑なジャパニーズシングルモルト、ならではの味わいをお楽しみくださいと書いてあります。ちょっとあれなのかな？薄。ちょっと、あれ系なのかな？あ、色が薄い。あ、薄いですね。あ、あれか。なんだっけ？俺の好きなスコッチウイスキーの、なんだっけ。カティーサークか。カティーサークみたいな感じなんですかね。ほんじゃ、いただきます。乾杯。あ、香りはね、山崎をか、さらに、しないですね。全然しない。ウイスキーの香りが全然しない。
ああ、うん。ん？ああ、やっぱり。やっぱカティサークにすっげえ似てる。うん。うん。まあ、言うても山崎の香りなしバージョンみたいな感じですかね。ちょっと鼻にくる感じはしますけど。いや、でもこれはちょっと。飲めば飲むほどす、もうあれ。カティサークと、何が違うんだっていう感じですらある。ちょっとカティサークよか。いや、でもわからんな。ここまで来ると全然わからんな。山崎と違うのはわかるんだけど。カティサークとの違いが全然わからない。カティサークよか若干甘めな気はするけど、まあ白州もね、やっぱり、あれに、スコッチウイスキーに似たようなスパイシーなあの香りがするんで、ね。これぞジャパニーズウイスキーっていう感じは全くしないですね。むしろあの、やっぱ山崎の方が、いや、ジャパニーズっぽいですね。ジャパニーズらしさはある気がするんですけど。うん、言うても山崎も大したことなかったしな。これはちょっと、もうガック死を通り越すレベルですね。山崎飲んだ時ガクーって来たんですけど、白州飲んで、さらにガクーって来ましたね。これで3000、フルボトル3000かと。マイルな。これでフルボトル3000はちょっと、ちょっと、それは、もう、基地じゃないの。基地の部類じゃないの、それ。普通にジャパニーズウイスキーじゃなくてもよくねって。それ、スコッチの方よくね。スコッチ買った方よくねって。フルボトルで3000円だったら。これは、フルボトルで、もう、1500円レベルの味ですね。もう結局もはやブランドもになってますからね。山崎と白州はね。特に山崎。正直なところもうよくわかってる人間いい。山崎だやったーうまいっていう。プラシーボ効果が働くんでしょうか。わかりませんけども。俺にはプラシーボ効果は通用せんぞ。
いやー、これはちょっとなー、リスナーさんにね、まあ、生放送やってて、拍手の方がうまいって、拍手が好きだとかって言ってる人いたんですけど、その人には申し訳ないんですけど、ちょっと、カティサーク飲んだ方がいいです。うん。絶対。ほとんど白昼なカティサークと変わらんぞ。フルボトル1000円もしないぐらいのレベルの、カティサークと、まあ、1000円ぐらいか。カティサークと変わらんと思うね。全然変わらんよ。言って。で、これ3000円でしょ、フルボトル。で、カティサークの、あれ、もっと上位バージョンあるんですよね、当然ね。カティサークストームとかさ、カティサークのなんちゃらかんちゃらとか、何年とかあると思うんですよね。カティサーク飲んだ方がいいと思いますよ。うん、絶対。カティサークのね、デラックス18年とかもありますね。これはクソ高いけど。カティサークのね、12年もあります。デラックス12年。で、カティサークのストームが、俺の行ってる店だと1600円。売ってますんで。うん。ね、カティサーク、飲んだ方がいいと思います。普通にデラックス12年とかだったら、ね、その程度で買えるとは思う。3000円ぐらいで。カティサーク12年、そんぐらいで売ってんじゃないかな。ああ、カティサーク12年デラックス。ちょっとわかんないけど、今ググりますけど。ああ、カティサーク12年デラックスが、楽天市場だと3188円で売ってます。普通にこれのレベルでいいと思いますけどね。てか、ぶっちゃけた話、カティサークはかなりうまい部類だと俺は思いますよ。うん。なんかカティサーク推奨動画にはなりましたけど。はっきり言って、白州が、このレベルだとは思いませんでした。うん。白州。で、ググります。これでシングルモルトって名乗るかと。もう憤りすら感じるレベルですね。ブレンデッドに、と、大使変わらんじゃないか。うん。これ残念ながら、これ俺、悪いけど、叩かしてもらうわ。うん。この程度の値段でね、この程度の味でこの値段はちょっと、完全にブランドが一人歩きしてる。白州っていうブランド、山崎っていうブランド。これがね、一人歩きしてるんではないかと、思われます。これはもう完全にハイボール要因ですわ。フルボトル3000円も出して、ハイボール要因とかお前、バカにしとんのか、ボケーと。お前、フルボトル3000円出して、お前ハイボール飲むってバカだろ。まあ、それがバカなのは、コーラ割りにすることですけど。もう飲めないレベルになると、コーラ割りするんです、俺は。あ、これクソまずいわ、とか。角瓶とかになるとね。角瓶とかになると、もう、コーラ割りするんですけど。で、結構、ハイボールは俺好きなんで、個人的に。もう1000円ぐらいの、やつで、ハイボールっていうのをよく作るんですが。さすがにね、高いウイスキー2000円以上、1500円以上かな。俺レベルになって1500円以上でもう高いっていう部類なんですけど。
で、ブルーになると、さすがにハイボールでは飲めない。割って飲むっていうのはもったいないんですね。ただね、この山崎はまあわかるとしても、まあギリギリ。ちょっとこの山崎はまあ、ストレートで飲んで、まあトワイスアップで飲んでもまあ、ああ、わかるかなーっていうぐらいだけど、白州はもう完全にあのね、何度も言うけど、カティサークの味しかしない。うん。もう名前カティサーク、カッコジャパニーズって書いた方がいいんじゃない？いや、むしろ、ジャパニーズじゃなくて、あのもうジャパニーズっていう名前を、ね、これはあの、怪我してるとしか思えない。思えないんで、さすがにね、これはクソとは言わせてもらいます。うん。もうジャパニーズの名のつけないでくれって頼むから。うん。白州シングルモルトはね、もう完全にあのカティサークシングルモルトにしてくれ。それにしてくれ。うん。で、これ値段1500円ぐらいで売ってくれや。フルボトルでな。フルボトルで1500円ぐらいの値段だよ、これ。味だよ、これ。味、ぶっちゃけた話、カティサークとちょっと飲み比べるか。ここまで来ると。カティサークと飲み比べるか。ね。もうここまで来るとね。もうカティサーク出しますよ。カティサーク飲み比べろ。ちょっとさっきから、ちょっとね、山崎のロックで飲んでたんですけど、まあ、ロックで飲むとだいぶ、味が、おとなしくなるんで。まあ、あれですよね。好みによる。そんじゃ、カティサークいただきますよ。あ、もう香りがね、カティサークがね、すごい。甘い香りがする。もうそこはまず違うところだね。あ、でもやっぱ違うか。こうして飲んでみると結構違うは違うけど、まあでも似たり寄ったりなとこあるね。うん。あ、でも結構似てるけど、カティサークの方がはるかに甘いわ。うん。白州はそれに甘さを除いて、香りも除いたパターンですね。ああ、でもそう考えると、まあ。でもカティサークはうまいよな。これな。これでな。1000円だもんな。このクオリティで1000円だもんな。白州、まあ、カティサークで甘いっていう人は、白州がいいんじゃないかな、とは思うけど、さすがにちょっとそれもな。白州3000円もするしな。うん。まあでも確かに、カティサークはちょっと甘いかな。うん。っていう感じはするけどもさ。言ってそんな変わらんと思うよ。うん。山崎のね、そう。山崎のサイトにですね、サントリーのサイトか。ここにね、オンラインショップみたいなのがありまして、あ、そういえばサントリーも、あ、まだあったな、響きっていうのが。響きっていうのがありましたね。
これも高いんだよな。あ、サントリーってボーモアとかグレンフィデックとか、グレンフィディックとか、マッカラン、あとバランタイン、あとジムビームとかメーカーズマークも売ってるみたいですね。あー。なるほどね。なるほどね。でね、Fly me to the moon. ちょっと待って。And let me play among the stars. ここに山崎のサイトにですね、なんかグラスのなんちゃらかんちゃらとかあるんですけど、このグラスをね、オンラインショップで買えるみたいなんです。で、これがですね、まあ、ものすごく高くてですね、1万ぐらいするんですよ。言うて。サントリーのグッズ、なんちゃらとかって。で、買えるんですけど、これがね、まあ、安いのも当然あるんですけど、うん。高いんだと、なんと、1万円どころか、なんと3万円するという。山崎オリジナルキリコグラス。月と太陽っていうのがあるんですけど、これがね、3万円する。もうどうなってるんだ。どうなっているんだっていうレベルですね。一体この国はどうなってしまうんだみたいな感じなんですけど。まあそんなのはどうでもいいんです。俺個人的に好きなのはこの角ハイボールのジョッキですね。角瓶の、あれ、角瓶はね、味は嫌いなんだけど、見た目は好きなんで、結構。ね。まあ、安い、角ハイボールジョッキは800円で売ってるね。あと、トイストリスのハイボールジョッキとかね。売ってますけど。うん。500円ぐらいでもグラスは売ってるみたいです。ね。まあ、俺結構グラス好きなんで。特に好きなのが、ロゴがついてるグラスですね。ロゴ付きのグラスはかなり俺好きなんで。うん。ね、タンブラーとかも売ってますね。この白州のタンブラーの薄グラス。タンブラー、山崎のも売ってます。まあでも、山崎のよかは、白州のね。でもこれあれだな。薄グラス。こういうさ、白州ってこう書いてあるのが結構俺好きなんですよ。こうドカッとね。なんか売ってるのは全然なんか、しょっぽい、ほぼ見えない、ですね。しかも1700円もする。高っ。これはダメだな。でもこれ色付きグラスだから結構いいかもしれない。うん。ね。山崎プレミアムタンブラーとかもありますね。ちょっと欲しいですけどね。あ、ちょっと欲しいな。あ、ちょっと欲しくなってきたな。1200円か。うわ。
ちょっと欲しいね。山崎ね。でも白州、山崎の割と結構あるんですけど、白州が全然ねえな。なんかすっげえしょぼいグラスしかねえわ。何これっていうグラス。はぁ。でね、関係ない話もう一個しますけど、ホビーオフじゃねえや。なんだっけ。オフハウスか。オフハウスっていう店ありますけど、あそこにね、実は最近グラス売ってきたんです。20個売りました。いくらになったと思いますか？ね、いくらになったかと思いますか？すごいです。うん。20個グラス売って、なんと、これ当てた人すごいね。なんとびっくり20円。1個1円です。そして、そこで売られると、ね、税込み54円で売られてるって。ね、54倍で売られるという。1個1円とは思わなかった。さすがに。びっくり。もう逆にびっくり。なんか、すげえ、なんか、っていう言葉も浮かばなかったぐらい。もうレベル。まあでも山崎のプレミアムタンブラーはちょっと欲しいかな。微妙にね。うん、微妙に欲しいかなっていうぐらいだけど。まあでも基本的にもうあんまいらないかな。いいかな。うん。うん、まあね。結構グラス俺好きなんですけど、白州のグラスがなんか全然、ゴミなのしかないのが、ちょっと、いただけないな。やっぱこの色付きのグラスはやっぱりちょっと高いんですかね。やっぱね、作るのは難しいんですかね。この緑色のね、グラスは結構いいなと思ってたんですけど。うん。うん。ね。うん。ついでなんで、カティサークと、まぁ、ちょっと違いが、カティサークの方が甘いですね。全体的に。全体的に甘い。ロックでもいただいてみましょう、白州。おっと、ごめんなさい。白州ロックでいただいたら割と美味しくなったりしてくれると助かるんだけど、でもこれは3000も出して買うような代物ではないのは間違いないですね、これはね。まあ確かに、言うて、ね。カティサークとも違いが分かりましたよ、確かに。ただね、そこまで違いがあるとも思えない。値段的に見て、ね、値段的に見て3倍値段が違うわけですからね。そう考えてみてもちょっとおかしい。
っていう感じですね。まあ、大して変わらないは変わらないかな。ヤフオクで今ググりましたが、あ、薄作りグラス。おい？あ、これのね、底が薄いやつがヤフオクに売ってますね。値段が1000円。2個。2個で1000円か。安いですね。売ってるみたいです。ね。まあ、興味ある人は買ってみてはいかがでしょうか。ぶっちゃけた話、俺こっち欲しかったんだけど。俺この厚底ブーツのいらないんだけど。そっちの方が欲しかったんですけど。ボクチン、そっち欲しかったんだけど。なマジかよ。ブー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 、俺そっち欲しかったよ。ブー、あ、ほんとは薄作り、グラス薄いわ。底が薄いわ、やっぱり。ただ、薄作りは割れやすいんですよね。ものすごく割れやすい。100均で俺薄作りグラス買ったんですけど、割れましたね。割と、ね。最近割れました。ここのね、ここの厚さ、もう薄くなってるんで、非常に割れやすい。ただ割れやすい代わりに非常に口当たりがね、俺好きなんですけどね。まあ、ダイソーでもね、薄作りグラス売ってはいるんですよね。だからちょっと、個人的にね、まあでも結構割れやすいんで、まあそこは、まあ100均クオリティは100均クオリティですけど、こっちは100均じゃないから割れやすくないのかなとは思いたいんですけど、もう、所詮、薄作りグラスはやっぱ割れやすいですね。どうしてもね。それ仕方ないと思います。まあ、それの意味で、割れにくいのがね、やった手に入ったぞっていう意味で、まあ、いいや。そういうことにしとこう。ありがとうって。ね。まあ、ただ、まあでも、まあ、味はまあ、美味しいですよ。確かに。俺結構カティサークの味好きなんで、カティサークがちょっと甘いんで、カティサークよくは美味しいなと思います。確かに。ただね、明らかすぎる。あまりにもこの味をね、飲むために、カティサークの甘くない、ちょっと甘くないパターン、バージョンを飲むたびに、これを買うっていうのは、ちょっとありえないぐらいのレベルになってます。俺はね。俺の中では。金持ちの人は、まあ、それでもいいよという人は別にいいんですけど。
ね。もうちょっとおかしい。そこまで来るとちょっときついんですよね。さすがに。ね、フルボトル3000もしますからね。その3000でこれを買うか。いや、俺なら買わない。俺なら一言、もう速攻で買わないと断言できる。これを買うんだったら山崎の方は買う。白州と山崎どっち買いますかって言ったら迷わず山崎を買います。まずここは重要なんで。これは間違いないです。うん。もうここはほぼない。一つ星でしょ。甘み。は、山崎。いや、でも山崎のオンジグレ結構甘いは、まあ、いや、うん、まあ。いや、まあ、まあ、普通ぐらいにしとこう。香りはほとんど、まあ、まあ、普通ぐらいで。うん。これは完全におかしい。もう、一番山崎よりも、おかしな、価格設定になってる。とは思います。で、1332で。これはさすがに、おかしい。一言。ただそれだけ。ね、ご視聴ありがとうございました。